早弁です。今日は埼玉県大宮に来ております。でこちらね、麺屋四極さんですけどね、家系のラーメンが食べられるらしいんですけどね、この後行ってみようと思います。そうですね、ビームとかがあって、このね、弁償じゃないでしょう、割とこれで、ね、豚骨は強めで醤油のフックも効いてるけど、豚骨は強いですね、うん、この後いただいてきます。はい、いただいてまいりました。関東で家系食べるの久しぶりでしたけどね、美味しかったですね。どっちかっていうとね、豚骨はしっかりガツンと効いた感じの家系でしたね、うん。結構本店とか直径だとね、醤油の方が強い感じがするんですけどね、こちらの方は豚骨で、店の前までね、豚骨臭が結構来るような感じで、ガツンとしたね、美味しいパワーのあるラーメンでしたね、うん。でご飯もね、意外と美味しかったですね。家系でご飯無料だとかで出しているところで、場合によってはね、罰ゲームみたいな美味しくないご飯を出すところもあるんですけど、こちら美味しかったです。で接客もね、家系というと良くない店も結構あったりするって言われてますけど、こちらも非常に感じもいいね、接客のお店でね、美味しかったですね。ということでね、四極さんまた頑張っていただければと思います。また来たいと思います。以上、アベンでした。ご視聴ありがとうございました。